はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年2月の、8日、2時です。2月の8日の2時です。よろしくお願いします。お風呂上がりです。よろしくお願いします。ワドツ、真夜中に寝れない子羊の皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。お風呂入ってさっぱりしてきたわ。はい、一号さんいらっしゃい。みんなこんばんは。休憩？あ、今何？お仕事中なの？お疲れ。はい、サンゴさんいらっしゃい。こんばんは、みんな。和道だよ、和道。読み方は和道。読み方はどうですね。由来なんない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 。響き響き。意味なんかないよ。はい、若津、初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてってね。よろしくでーす。何に飽きたの？何に飽きちゃったんだい？雪を小川氏とのコラボったと聞いてすっ飛んできました。小川さん、ゆあ小川由紀さん、小川さんとコラボし2回やりましたよ。ありがとう七五さん。やってるやってる。小川由紀さん、またやるよ。生活保護の対談しましたね。ありがとうございます。 YouTube から来てくれたんかな。じゃありがとう。小川さんのファンか。小川さんのファン、いらっしゃい。小川祐希さんね。
俺がさ、もともと5年ぐらい前に生活保護になっちゃったっていうのと、ホームレス3回ぐらいやってるから、ホームレスに関する動画っていうのを上げてたんだけど、それに小川さんがコメントを打ってくれて、で、そこからのつながりで、Twitter の DM とかで、まあ、コラボする流れになったんですよね。小川さん面白い人だよね。そう、ひげ濃いね、俺は。そうなんですよ。だから YouTube の動画を見てくれて、小川さんが、そっからの付き合いですね。ネット上で出会ったんだよね。まあ、インターネットにいい出会いっていうのがたまにあるからね。そういうのは面白いよね。たまに人と人となんかこういいコラボができたら面白いんですよ。生活保護のね、ケースワーカーで専門家だからね。なかなかいいよね。月1回ぐらい番組やりたいっすねとは言ってるけど、月1回ぐらい番組はやりたいなって。お母さんもファン多いからね。
柿ピーにハマってんの最近。超うまいよ柿ピー。うまい柿ピー、美味しくない？なんか最近おっさんとかがさ、こう美味しいなって思うようなものにハマってきた。ガキの頃こんなん美味しくねえよと思ってたのに、柿ピーはうまいですな。柿ピー大好き、もうずっと食べてる。おせんべいとピーナッツ、うますぎ。俺は柿が多い方が好きだ。ピーナッツが多いんだよ、セブンイレブンは。なんかこいついつも来んだよね。当たり目のんちゃんのね、のんちゃん当たり目で、俺は柿ピーにハマってる。おっさんコンビだよ、おっさんコンビ。亀なのじゃない、セブンイレブンの柿ピー、ピーナッツが多い。亀なのが一番うまいね。梅風味が好き俺は、梅味が好き。わざつわさびはあんまりかな、まだ食べたことない。のんちゃんはね、梅風味嫌いだって言ってた、まずいって。梅の方が俺は好きだけど、梅美味しいよね。梅味最高だよね、美味しいよね。梅はマジうまい。こんばんは。こんばんは。はい、お疲れ。うまいな。うん、おやつおやつ。なんで俺が王手なの？俺は別に王手だろ、中堅だろ、カズワが何でもいいけどね。それを決めるのは俺じゃないから、リスナーさんでしょ。うまいね。柿の種大好きなんだよね。わお、すげえ、バーガー100個だって、すごくね。バーガー100個ありがとう、ありがとう、すげえ。バーガー100個だってよ、すげえ、金持ち、ありがとう、すごいね、すげえ、ありがとうございます。
すげえかっけえ、いきなり。あざす。すごいね、かっこいいね。ないと思うけどね。蓄能ではないと思う。さ、慢性鼻炎だから蓄能症にはなりやすいよね。気をつけないと。柿の種うまいよ。うまい。スイカオフ会。ご飯は松屋でカルビ定食食った。何時ぐらいかな。10時ぐらいに食べたね。止まんねえ。止まんねえ。ピーナッツ、ピーナッツ少し欲しいかな、俺は。だから、セブンはね、ピーナッツ多いんだよ、大粒のが。4対6で、4がピーナッツがいいね。松屋近くに2つあるね。柿だけも売ってるっしょ。花火一発も上がってねえよ。のんちゃん寝た。すやすや寝てる。チーズダッカルビ食べたいって言って、でデニーズにもあったから、デニーズと松屋どっち行くっつって、松屋がいいっつったから。一緒に暮らしてるわけないよ。もともとニコ生はずっとキツネ状態だから、キツネやだ、通常枠がいい。
へえ、本場だ、本場。大久保はコリアンタウンだからね。韓国料理あんま好きじゃないな、俺。韓国料理うまいか？うまいかな。和食の方が好きだね。今のところワードに報告ない。さっきの枠で2、3人いたけど。そうそう、インスタントラーメンね、韓国の独特なんだよね、乾麺。窓に1回してるんだ。1回につき花火一発だから大丈夫。花火上納してる？上納してるんだったらいいよ。プロだからキツネをやめろってどういうこと？あ、つけ？オッケー。つけで。止まんない。捨て頃特需はないよ、俺は。ただ普通にかそっただけでしょ。テルは囲われ方すごいよな。テルは大人気だよね。モテモテだよね。もう黄色いコメントすごいもんね。花火でしょ？かわいいよね。テルは捨て頃バブルなんだよね、やっぱり。あ、っていうかね、ヒカルくんの家に泊まったあたりからすごい囲われ始めたんだよね。ヒカルくんのアンチを取り込んだの。いや、捨て頃特殊ないよ。俺もともと閲覧ずっと250とか200とかキープしてたから、全く微妙だった。ないないない。ないよ。すんごい花火飛んでるよね、てるね。まあ、リスナーさんがいいリスナーさんなんでしょシルバーアクセサリーとギターだね。シルバーとギターやめたら一番100まで戻るから。完全シルバーと、いや、作業枠ダメだね。作業枠だから最近やったやん。もうバブルないよ。
食べ終わった。これ500キロカロリーだって、550キロカロリー。根本の原因なんだと思ってんの？いや、単純に嫌いだから見ないってだけでしょ。単純に俺のことが嫌いだから見ないってだけだと思う。俺が一番ふわっちで景気良かったのは7月だね。7月。はい、渡す。単純に花火投げてねえだけじゃん。単純に花火投げてねえんだから。儲かるわけねえじゃん。いいリスナーさんがついたら、普通に儲かる。ただそれだけでしょ？いいリスナーさん集まってない以上でしょ？ただそれだけでしょ。ただそれだけでしょ。ね、あんまね、そう考えてもしょうがないよ。だって花火って俺が投げるわけじゃないもん。だから花火投げるリスナーさんがいるかいないかっていうだけでしょ。だから俺がわかんのは、その自己分析しても仕方ない。アイテム投げる人がいない以上です。で、テルはアイテム投げる人がいっぱいいる以上だよ。ただそれだけでしょ。それ以上もそれ以下もなくね。なんかある。いや、俺は考えても意味ないことはもう考えないようにした。やり方じゃない、あり方だよ。はい、こんばんは。いや、そんなね、難しく考えてもしょうがないんだって。花火上がるやつは上がるんだよ、結果論として。で、上がったらこいつはうまくやったのはこういう理由だって分析するけど、本人分かっちゃいないんだって。やり方とかないよ、本当に。もういろんな配信者、ほら知り合いじゃん、中の情報してるけど、本当に運なんだって。ただお金持ってて花火バンバン投げる人がたまたまついてるっていう運ゲーなんだって。運ゲー、俺も理由があると思ってたんだよ。俺も。だけど、結果大きな目で、俺も理由があると思って5年間ずっと探ってたの。探ってたの。だけど、結果蓋を開けてみたら、そうじゃないことに気がついた。いや、だから最近考え方変わったんだよ。だから俺は別にもう配信を楽しむっていう原点回帰をしてんの。原点回帰をしてるの。もう花火が上がるか上がんないかは俺の問題じゃないっていう。俺の問題じゃない。投げる人がいるかいないかっていうのはもう任せることにしたから。リスナーさん信じることにしたから。生きていくのは別にね、20万ぐらいで生きていけるよ。正直贅沢しなければ。で、まあ30万あったら正直贅沢はできるね。花火を投げるのは、俗に言われてるのは女性が投げる、爆投げするのは女性だっていう風に言われてるけど、どうなんだろうね。爆投げする人がいないかな。わかんないよ、もう。要は、
金持ちに好かれるゲーム、花火投げる人に好かれるゲームなんじゃないの？はい、バカありがとう。アイテムありがとう。バカザイス。あ、こうやって投げてくれる人次第でしょ。投げない人は何言っても投げねえんだもん。投げる人は投げるよ。投げない人は投げないよ。ただそれだけだよ。いや、違うの。違うの、違うの。もっと深いところにいんのよ。もっと深いところにいんの。一生結構稼いでんだ。あ、よかったじゃん。じゃあ、5年間ずっと考え抜いてきたタイプなのよ。で、自分を責め続けなの。どうやったら変えられるかな。結局そうじゃないっていうの、前回分かったの、俺は。結局。この前、花火100発もらった時に気づいた。そう。要はね、無駄な悩みをしても意味ないの。コミットするところを変えてるの、俺は。アイテム飛ばないのは、リスナーがアイテム投げてないからだって、シンプルに考えるようにしよう。シンプル。現実そうだから。で、他人はコントロールできないっていうのが俺の考え方だから。だから自分がコントロールできるところを考えようっていう風に変わった、俺は。だから俺が、どういう配信したら花火上がるかっていうのは関係ないのよ。面白い配信ができるかどうかなんだよ。だってこのたった今瞬間、この瞬間に大金持ちが気が向いて花火投げたら終わりなんだから。でしょ？ああ、花火やるよ。これだけなんだって。本当に。これだけなの。ただ。あ、ミスだったんだ。まあ、日々変化するね、考え方は。でもね、これは結構深い変わり方だね。本質的な、配信の本質的な部分に気づけたから、結構気楽にやってる。面白さも正直言うとあんま関係ないね。正直言うと関係ない。だってお前ら何言っても投げないもん。投げない人とミーティングしてもしょうがないじゃん。でしょ？投げないでしょ？どうあがいても投げないでしょ？俺知ってるもん。どうあがいても君たち、グダグダ言ってる君たち投げないもん。君たちと議論したところ何の発展性もないもん。でしょ？でしょ？絶対投げないもん、この人たち。投げない人にさ、投げないでしょ？投げないんだったら別に意味ないじゃん、この会話。でしょ？だから俺はそういう意味で、そんなの話してもしょうがないでしょっつってんの。投げるつもり全くないでしょ。じゃあいいじゃん、別に。受け取るつもり全くないよって言ってんだから。投げる人が投げる。ただそれだけだよ。いいリスナーさんがつくかどうかだから。投げないんでしょ？そうでしょ？でしょ？意味ないじゃん、君たちと話し合っても。だから勝手に自己分析してりゃいいんだよ、リスナーさんは。あ、こいつが花火飛ばねえ理由はこうだなって勝手に言ってりゃいいんだよ。俺はもう分かったから、当事者として。いいリスナーさんが投げてくれる以上だよ。かっこいいリスナーさんは投げる。かっこ悪いやつは投げない。以上だよ。ただそれだけだもん。ただそれだけ。あ、100の時投げてくれた。あ、ありがとう、ありがとう。それはいいリスナーさん。18号さんはいいリスナーさんだよ。18号さんはいい人。投げないやつは別にダサいやつだから、俺にとって。そう。投げずにいかに楽しむかでしょ。それでいいじゃん。俺も別にもう気にしないでやるから。ダセえやつは投げねえんだから。それでいいじゃん。投げてくれる人に感謝するだけでしょ。いや、いいんだよ。別に投げる投げないを決めるのは俺じゃないから。リスナーさんの愛情でしょ。だから面白かった時に投げればいいんだよ。だからもう花火師をコントロールするとかそういうのはやめたの、俺。もうあざといから、あざといからやめたの。
ただ単に普通に楽しもうよ。考えてもしょうがないじゃん。投げる人は投げる、投げない人は投げない以上だよ。じゃないの。今日緑茶緑茶。最近は節約しないとと思って水道水にお茶っ葉入れて、これタンブラー買ってさ、これでもう節約節約。面白い時がない配信者いつ投げなくていいんじゃん。投げたい時に投げなよ。だって大切なお金なんだもん、リスナーさんにとって。俺はさ、それを受け取る小敷みてえな存在なんだからさ、俺は毎日一生懸命やるしかないもん。そうじゃん。以前良いアドバイスいただいたので花火投げました。ありがとうございます。本当におかげで食わせてもらってます。ありがとうね。その貴重な花火のおかげで飯が食えてるんで、ありがとう。投げてくれてる人、何をわけのわかんないこと言ってんだよな。だいたいよ、花火投げましたって、お前何発投げてんだよトータル。よ、何発投げてんだよトータル。しょうもない。投げてた履歴残んだから誰だかわかんないよ。こっちはハットリでいくらでも言えんじゃん、匿名枠なんか。私以前投げましたよなんて。投げてから言えよ。投げてから。あ、リプオッケーだよ、うちは。リプオッケーだよ。よいしょ。キツネがリプできるかどうかわかんねえわ。キツネがリプできるかどうかわかんない。知らん。キツネできないの？リプ。ありがとう。48号さん、ありがとう。かっこいい。
かっこいい。これが本物だよ。これがかっこいいやつだよ。わかる？グダグダ言わないで一発花火投げる。かっこいい。ありがとう。愛してるよ。見た？これが本物。これが本物。48号さんが本物。わかる？黙って花火あげますって。これが愛情でしょ？これが愛なんだよ。そんな投げる気もねえやつ、投げる気もない？グダ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 文句言ってる？相手にするわけねえじゃん。でしょ？違う？俺が言ってること間違ってる？いや、もう負け惜しみ、負け惜しみ。もう負け惜しみ。負け惜しみです、もう。負け惜しみ。いや、俺はかっこいいと思ってるから。俺の判断だから。俺にとっては、だって花火投げてくれてる人のおかげで飯食えてんだもん。だろ？これが愛情ってやつだよ。わかる？花火師さんはグダグダ言わねえから。いいの。うちはこれでやってっから。成り立ってるから。成り立ってるんです、これで。大切な大切な花火師さんのおかげで、この放送が成り立ってるんです。まあいいよいいよ、もう。投げないやつと話してもしょうがねえんだから、花火のことについて。投げないんだから投げないって言えばいいじゃん。投げません。で、投げてもらった人にはありがとう。ね、好きにやればいいじゃんね。49号さんありがとう。別に投げない人を批判はしないから。ただ投げないのに言い訳をグダグダ言うやつは俺はダセえと思ってるから。投げないんなら投げないで、別に投げないって言えばいいじゃん。投げれないのか投げないのかは別だけどね、俺の中では。そんな投げてる、黙って投げてくれてる人に失礼でしょ。ありがとうございます。投げていただいてありがとうございます。じゃあ、この今投げてくれた48号さんの花火っていうのはさ、狙ってできた？俺が別に気にしないで普通にやってて、あ、応援してますって言ってくれたわけじゃん。だから運なんだよ。こういう人と出会うかどうかは。計算してやってることではないでしょ？あ、ありがとう42号さん。計算してやってることじゃないじゃん。だから運なのよ。だから投げなきゃいいじゃん、45号。理由なんかいらないんだよ。小さい人間ほど理由をグダグダ言うんだよ。投げるか投げねえかだから、アイテムは。そう。理由なんかいらない、俺は。投げるか投げないかだから。イベント参加してないんだ。ごめんね、29号さん。申し訳ない。いいよ、こじきやろうのも。実際だってこれで飯食ってるわけだから、俺は。こじきやろうかもしんないよ、俺は。こじきやろう。だから別に、俺にかっこいいと思われなくても、ね、思われたくないかもしんないけど。俺は正直、コンテンツに対して評価をして、アイテムを投げてくれる人嬉しいなって思うわけ。和道の放送を守ってあげるよって。ただで見るのも悪いからって。普通にかっこよくない？大人じゃない？ただで見て文句言ってるやつになんで俺が媚び売らないといけねえんだよ。なんで俺が媚び売らねえといけねえんだよ。ありがとう、34号さん。バーガーありがとう。いや、貴重なお金だよ。ありがとう、謝らないで。ほんと、アイテム投げてくれる人ほどね、人間ができてるからな。俺は俺だから。俺は俺でやってってるからさ。なんか考え方が違うっていうことは、まあ、アンチになっちゃうんだろうな。アンチになってしまうんだろうけど、それはまあ、しょうがない。受け入れていくよ。変わる努力してるよ、俺だって。毎日毎日。
そう、エンターテインメント。そうそうそう。俺は面白いかどうか、みんなと一緒に楽しめるかどうかだけよ。本当にそう、49号さんの言う通り。俺が集中するのはアイテムもらうことじゃないの。そう。俺が集中するのはみんなと楽しく会話をして時間を潰すことよ。炎上ノルマ強制花火が定着してきたけど、これから変わる。ワードは大丈夫。ありがとう、51号さん。だからまあ、俺の考え方にさ、賛同してくれる人がついてくる。賛同できないやつはついてこないで。配信ってただそれだけなの。昔から変わってないの。こいつの考え方に共感できる、共感できないってだけの話だから。そこにね、ぐだぐだ理由はいらないんだよ。合うか合わないかだもん。合うか合わないか。俺、媚び売った？媚び売った？アイテム投げてくれる人に、今。別に売ってないよ。自由に話してるだけでしょ。別にそう見えるのは君の考え方でしょ。君の心の捉え方の問題じゃないの。情報をどう捉えるかは君の生き方だから。俺は別に当たり前のことを当たり前に言ってるつもりだよ。自分の集中することに集中するって。別に変な尖ったこと言ってるつもりないんだけどな。なんかあるかな。投げねえやつは何言っても投げないって、もうニコ生の頃から分かってるからな。かっこいいやつは何言っても投げるっていう。俺の問題じゃないんだよ。抱えてるリスナーがかっこいいかどうかでしょ。だからテルがなんで成功したのって。テルのリスナーが優秀だったからでしょ。違う？アイラのリスナーが優秀だからでしょ。別に変なこと言ってるつもりないよ、俺。キャバ嬢とかもそうじゃん。AKB48 もそうでしょ。いや、それはだから卵が先か鶏が先かっていう議論なのよ。配信者が優秀だから。俺はそうじゃないと思う。俺がね、運っていうのは、なんつうの、わからないことじゃない。結局ね、楽しんでたり、ニコニコしてたり、ワクワクしてたりするような運を持ってるやつっているのよ。そういう運を磨いてるやつが俺は勝つって意味の運なの。だから運のね、使い方が多分凡人と違うんだと思う。一応資本主義社会だからね。AKB のね、だって、じゃあ一番可愛い子が1位取るってわけじゃないじゃん。一番太いお客さんを持ってる人でしょ。違う？違うかな？変なこと言ってっかな？だから太いお客さんゲットできたもん勝負じゃないの？逆に考えてみてよ。逆に。自分が配信者だったら花火もらくれる人の方がね、嬉しいと思わない？文句ばっかり言って花火投げなくて文句ばっかり言うやつダセえなって思わない？逆だったら。逆だったら。どう思う？逆だったら。結果はまあ後から理論は俺も大賛成だね。本当にそうだと思うね。まあただこの半年間やってたことがうまくいかなかったっていうのは事実でしょ。この半年間自分が正しいと思ってたので結果が出せなかったっていうのは事実だから、まあやり方変えてるわけじゃん。あのさ、じゃあ言うけど、きれいごとじゃ飯食えねえぜ。きれいごとじゃ飯食えねえんだわ。ねえ。きれいごとじゃ飯食えねえんだわ。
わかる？ダイソーな理論を持ってきてもいいよ、何でも。そうじゃなくて、俺は飯食わなきゃいけないんだわ。うん、やりたいことやらないといけないんだわ。うん、だから俺が決めるよ。だろ？だろ？違う？俺が言ってるの。飯食えねえんだわ。綺麗事じゃ。アイテムありがとう。メガホンありがとう。そう。だから応援する気がないんなら別にないで構わないけど、その的確なアドバイスができるんだったら自分で結果上がってるはずなんじゃないの？うん。じゃないの？違うの？大層なさ、なんか理屈を並べてるけど、うん、違う？そう、結果論なんだよ。そうそうそう、全て結果論なの。だからアイテムが上がらなかったら上がらなかった、上がったら上がった、それでいいじゃん。それでよくない？ほら見ろよ、かっこいい人いるだろ。メガホン100個ありがとう。かっこいい人はかっこいい人がいるんだよ。うん、あのひがみやめようよ。投げれないのか投げないのか知らないけど、投げてないのは事実なんだから。ありがとうね。投げてる人を大事にするよ、それだけだよ。だって俺からしたら誰だか分かんない人なんだから。会ったこともなければさ、誰だか分かんないんだもん。うん、そんな人に批判されたところでさね、俺のアドバイス聞けっつったって、お前のアドバイス聞いて花火上がるわけねえじゃんって思わない？うん、違う？俺にはリスナーすげえ大事だよ、65さん。俺はめちゃめちゃ大事だよ。メガホンは金になんないよ。うん、風船100 10個ありがとう。うん、ありがとうね、風船。おお、珍しいな。ありがとうね。うん、ありがとう、ありがとう。うん、バーガー3個ありがとう。何？還元って何？還元って。俺はリスナー大事だよ。リスナーがいないと何にもなんないんだから。投げないやつも大事にしてるでしょうが。しょうもねえな、本当に。リスナーに当たってないよ。当たってるわけじゃないのよ。当たってるわけじゃないの。23号さん。当たってるわけじゃないのよ。噛みついてきたから違うでしょって諭してんのよ、俺は。わかる？当たってるわけじゃないのよ。うん、態度がおかしい。なに、じゃあどういう態度にすればいいの？風船10個は4円ね。6円じゃないよ。ありがとう。ほら。ほら見ろ。アナビありがとう。61号さんありがとう。ありがとう。ありがとう。かっこいいね。何？態度がおかしいって何よ。何態度って。うん、ありがとう。うおー、この人か。ありがとうございます。うん、ありがとう。うん、1時間1000円稼いでんだから、1時間1000円稼いでんのは御の字だろ。なんだよ、今度は少ないっていうの。上がり始めたら少ないってか。もうほら、アンチ脳なんだよ。アンチ脳の、もう否定したがるになるのよ。上がってもらって、あ、すごいねって、よかったねって言えないの。ひがみ、妬み、そねみ、うん、上がったらねえ、ありがとうって、61号さんありがとうねって言えないの。うん、ねえ、
じゃあお前ら時給1000円稼げんの？働いてもいなくて。俺の方がよっぽど優秀でしょ？よっぽど。アンチでないのわかるよ。うん。別にアンチだろうが、囲いだろうが、ファンだろうが、俺は選べないからさ、23号さんがどの人か。でも現実問題としてさ、やっぱりその生活をしていかないといけないってことはさ、アイテムもらってるわけじゃん。そこにありがたいって気持ちをぶつけるのが本当だと思うよ。で、アイテム投げないで、ぐだぐだ言ってる人たちにさ、なんか言われたところで俺何にもなんないもん。生活が変わるわけじゃないし、未然切ってないじゃん。かっこ悪いもん。そんなの。うん。はいはい。時給1000円なんて稼げません、高校生じゃ。稼げません。普通にお金が余裕があったらさ、自分が見てるコンテンツに金払うなんか大人だったら普通にするだろう。ただで店に入って散々飯飲み食いしてさ、荒らして帰るなんて客やんねえだろ。ありがとう、時給2000円だね。クール花火ありがとう。わかる？わかる。これがかっこいいってやつね。かっこいいっていうのは61号さんみたいなことだよ。61号さんが文句言った？ありがとう61号さん。かっこいいっつうのはこういうことだよ。2000円稼げてんじゃん。まだ文句言うの。まだ文句言うの。ありがとう、11号さん。11号さんありがとうね。な。これがだからアンチの本質なんだよ。ほら、始まった今度は。もう話変わってるじゃん。花火が上がらないのにはどうしたい。花火いただいたらいただいたら今度、花火師さん批判でしょ。バカなんだってもう。お前らと話しても会話にならないの。だから俺は分かってる人に向かって話してるから、応援してくれてる人を大切にするってこういうことだよ。おい、ありがとう。時給3000円。61号さんありがとう。無理しないでね。無理しないで。ありがとう、ありがとう。自分で褒めてないよ。花火師さんのおかげで俺は生活できてるって言ってんの。花火師さんのおかげで生活できてるの。この花火投げてくれてる人、バーガー投げてくれてる人、アイテムを投げてるトータルのこの人たちのおかげで生活ができてるの。なんでそれを批判するのっつってんの。自演じゃないでしょ。手がここにあるんだから。どこが自演なのよ。もう無理くりでしょ。だからもう妬みそねみなんで、ひがみなんで。ありがとう、花火ありがとう、3号さん。ほら見ろよ、ほら見ろよ。言ってる意味わかる？全然普通じゃん。ありがとう、匿名さんありがとう、69号さんありがとう。こうやってかっこいい人たちがいるんだよ。だから投げないのに理由をグダグダ言うなっつってんの。黙ってついてこいよ、黙って。わかる？俺の価値を決めるのはリスナーさんなの。俺の価値を決めるのはリスナーさんなの。俺は淡々と喋るだけ、表現するだけ。桜？ひがみはすごいな、本当に。いや、流れを作ってきたとかじゃないでしょ。普通に言ってるだけだから。思ったことを話して。思ったことを話してるだけでしょ。うん、いや、ありがたいよね、67号さんね。コメント打つ自由あるよ。あるよ。好きなこと言っていいよ、別に。ただ本質的じゃないっていうのが今分かったじゃん。話の本質をついて、なんでそこを認めることができないの？話の本質として間違ってたってところは認めようよ。うん。俺の問題じゃないんだって、これは。貧乏人の囲いがアンチにピキって花火投げてるとかウケる。貧乏な人が花火投げるわけねえじゃん。みんな余裕ある人だよ。うん、しょうもない。いや、俺は囲いはダメだっつってんの。うん。囲いもアンチもいらない。ただ普通に思ったことを言えばいいんだよ。だってさ、一般社会人でアンチとか聞いたことないでしょ。ネットだけだよ、そんなこと言ってんの。アワドーの指輪ね。待ってて、72号さん。うん。荒野が自殺？荒野死んでないでしょ。こうや死ぬ玉じゃないよ。絶対嘘だよ。
こうやなんか人生うまくいってんだから、毎月100万も稼いでんだよ、あいつは。俺よりもトッププレイヤーだもん、配信界のスターだよ。荒野が死ぬわけないじゃん。人生の今一番楽しい時だよ、荒野にとっては。余裕なくても花火投げてる。いや、だからいいお客さんなんだよ。36号さんはその女の子にとってはいいお客さんなんだよ。でもここではルールが違うから、ここはその女の子ではないから、だからその女の子のとこで威張っていいと思うよ。俺はお前のこと好きだからって。でも俺には関係ないから、俺に投げてるわけじゃないんでしょ。ワン太郎の話でも全然いいよ。俺月100万も稼いでないよ。そんなこと言ったことないよ、俺。100万稼いでない、稼いでない。あ、荒野が？荒野は稼いでるよ。荒野はもう10ヶ月連続100万超えてるって。荒野稼いでるって。荒野は月100万ずーっと10ヶ月更新中だよ。稼いでる、稼いでる。いや、何使ってるかはさすがにわかんないけど、でも、例えばバリアンとかよく泊まってるじゃん、ラブホ。新宿のラブホなんか2万6000円とかだよ。一番安いのは1万8000円とかだよ、一晩。バンバン泊まってるから、毎日2万飛んでくような感じでしょ？で、飲み食いとかがあって1万飛んで3万使ってたら、それで90万だよ。いや、まあ、21歳でね、100万毎月稼いでんのもできるでしょ。何？和道 VS アンチ、全員。何？俺は別にアンチと語ってもいいよ。語り合ってもいいよ。じゃあコラボ枠やる？アンチ VS 和道。上がりたい人いるんだったらやるよ。俺、和道に物申したいっていうアンチの人、コラボ枠やったら上がる？上がるんだったらいいよ。上がらないんだったら俺この枠普通にやりたいから。セッティングがめんどくさいから、枠取り直すのが。コラボ上がってくる、上がるって言うんだったら、上がる人がいて、のって書くんだったら、俺上がるわって言うんだったら、俺やるよ、別に。俺は喜怒哀楽激しい方だね。エモーショナルな人間だから。上がってこないんだったら意味ないじゃん、別に。上がらないんだったら意味ないよ。いや、荒野は結果出したでしょ。荒野は結果出したでしょ。結果は認めるよ、俺。実際俺が会った時の荒野は別に点で大したことない配信者だったんだもん。エモーショナルっていうのは、なんつうの？感情的というのかな。感情的でいいんじゃないの？エモーショナル。エモーション。アンチだけの枠、いいよ、別に。上がってくるんならね。53号さんが上がるって言うんだったらセッティングしてもいいけど、上がらないんだったら意味がないから。やってもいいよ、別に。全然構わないよ。ただ、直接上がってくるアンチなんかいないんだもん。いるんだったらやるよ。いるんだったら全然やるよ。ただ、ここで今いないじゃん。上がってこないんだから。だったら普通に自分語りしてりゃいいんだよ。意味がないんだから。だいたいさ、この前のタクシーのさ、トツにしろ見たらわかるでしょ？俺のことアンチコメント書いてるやつなんだ。お里が知れるんだから。だいたいどんな人間かわかるでしょ？ああ、こういうのがアンチやってんだって恥かくだけだよ。まあ、暇なんでしょう。だから、ドルさんの言うところのルサンチマンって言ってコンプレックスの塊なの。自分の生活がうまくいかないのは周りのせいだ、周りのせいだって。俺は周りのせいにしないから。俺は自分、問題が起こった時全部自分が原因があるって考える人間だから。ルサンチマン嫌いなんだよ、俺は。外的要因のせいで自分の人生がうまくいかないなんて思ったこと一回もないよ。中西マン嫌い？どうなんだろうね。アメリカ人の話聞いてたけど、まあ、今から会いに行くっつって、10時に約束して遅れてきて、で12時になってまだ来てなくて、で今から向かうからタクシー代貸してくれっていうか、タクシー代よこせって言われて、でまあ、アメリカ人がタクシー代出すと。家に来て金貸してくれって言ったらしいの。そりゃアメリカ人も怒るよな。人の約束3時間も待たせておいてタクシー代
よこせって言って、その要件が金貸せっていうのはないよな。それはちょっと人としてなんかアメリカ人が言ってることが本当だったら、俺は中西マンと付き合いたいとは思わないね。俺はそう思わない。まあまあ、そういう人間っているからね。花火投げないのはリスナーさんのせいじゃなくて、花火を投げるか投げないか決めるのはリスナーさんって言ったの。花火を投げないのはリスナーのせいじゃなくて、花火を投げるリスナーさんと花火を投げないリスナーさんがいるよって言ったの。わかる？わかる？俺は事実を言っただけなの。解釈を入れてないの。はい、わたつ。知らない。お前がやってることは金をくれだよ。いや、金くれって言って何が悪いの？何が悪いの？アイテムくださいって言って何が悪いの？ね、何が悪いの？聞きたいんだけど。え、あ、俺がやってること金くれって言って、アイテムくださいっつって何が悪いの？ ね、何が悪いの？花火くださいって言って何が悪いんだよ。何が悪いの？あ、85さんいいっすよ。85さん了解です。いや、いやよさん了解です。LINE ください。DM か。全然 OK ですよ。金を貸してって方がマシ？ちょっと待って。なんで俺がリスナーさんから金借りるの？俺は放送の対価として花火をいただけると嬉しいですって言ってんだよ。俺は放送の対価として花火をいただけると嬉しいですって言ってんの。なんで借りるの？ なんで借りるの？言ってることおかしい。自分の問題ではないじゃないの。そんなこと言ってない。16号。俺は自分がコミットするところは花火が上がるか上がらないかコントロールすることは無理だから、自分が喋り続けるとか、そういう技術的な問題楽しむとか、本質的な問題にコミットするって言ったの。わかる？わかんないんだったらわかんないんでいいんだろうけど。了解です。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。全然大丈夫ですよ。いやいやさん。DM 送っといてください。お返事します。指はね、痒くなんで、こっちの方でね、ただれちゃったんだよね。皮の方つけてるでしょ。普段つけてる皮の方。あれね、裏側ね、鉄のね、鉄が入ってて、それでね、かぶれちゃった。このアクセサリーかぶれないよ。了解です。 DM お待ちしてます。詳しい内容 DM でやり取りしましょう。お仕事の件については。引退しないよ。配信者に引退なんかないと思うよ。だってさ、芸能界が引退とかやるのってさ、プロダクションとか入ってたりさ、CM とかさ、取り巻きに対するさ、もう復活しませんよとか、ご挨拶って意味合いじゃん。だって俺らってさ、そう、仕事プロダクションにも所属していなくて、勝手に始めて、勝手に売れて、勝手に辞めてくだけだと思ってんの。引退っていう概念が必要ないと思ってる。勝手に辞めりゃいいじゃん。好きなら続けりゃいいじゃん。好きだからやれやいいんじゃないの。で、その辞めたくなったら勝手に辞めりゃいいと思ってるけど。でしょ？
やりたきゃやれやいいし、やめたきゃやめれやいいんじゃないの。これ暴言なんか入ってないよ。暴言なんか入ってないよ。くだらない炎上を見下して上から目線でアイテム投げる癖がついてる。まあ、アイテム上がってる配信者が正解なんじゃないの？わかんないけど。ねえ、74号さんもそうでしょ？勝手にやって勝手にやめればって思うでしょ？ 俺も同意見。だから何？と思うね。別に、誰に迷惑かけるわけでもないかんね。もう謝罪なんかする必要ないと思ってるから。メタモルフォーゼ前に戻った。戻ってないね。常に変化してるね、俺は。戻ってないね。むしろ、楽しんでるよ、最近。楽しんでる。メタモルフォーゼじゃないね。バタフライだね。ワンタロー元気かな？ねえ、18号本当だよね。ワンタローに電話してみようか。こんな夜中に。インドって時差どれくらいなんだろう？寝てっかな？いや、本当だよね。ワンタロー元気かな？電話してみようか。ワンタロー。あいつ可愛いんだよな。ワンタロー電話してみようか。ネット繋がってねえか。どうなんだろう。ネット繋がってんのかな？インドって何時だろう？さすがに繋がんねえだろうな。繋がんねえか。無理だな。さすがに無理だな。まあ頑張ってんだよな、あいつは。あいつ大好きだよ、俺。あ、本当に定点配信やってた？いや、いい配信だよね。満吉夫さん稼いでるな。満吉夫は稼いでるし。絡みないけど。ファンが多いんだよ。ファンが。枠外面白いかんね。アンチ増えるぞ。いいんじゃん、増えても。別に、アンチが増えようが何しようが、別に俺の生活に何も変わんねえもん。クミコハウスっていうのがあんの？クミコハウスがちょっとわかんないな。別にアンチが増えたところで俺に支障なくない？しょうがなくない？アンチが増えても。増えようが増えまいが俺には関係ない。水道水じゃない。お茶お茶。一応お茶。お茶は入れてる。
日本とおじいさん、あ、そんなもんなんだ。ありがとう、教えてくれて。まあ寝てるだろうね、さすがに。寝てると思うよ、ワン太郎は。ドープなんだ。観光客は行かない。ガンジャも覚えた。まあ、それも含めてワン太郎の生き方だから。ドープなんだ。憎たらしいかどうかってさ、それただの俺の人格否定だろ？俺は俺なんだよ。ダッシュにテルは素直で可愛くてイケメンだよ。だけどよ、俺が俺らしく生きて何が悪いんだよ。なあ。俺がテルみたいに振る舞えっていうのは俺の生き方の否定なんだよ。なあ。なあ。俺は俺で一生懸命32年間いろいろ経験して生きてきたんだよ。なあ。テルは確かに、花火師さんもいっぱいいる。囲われてキャーキャー言われてる。でもそれはテルの生き方だろ。なんで俺がテルチャンピンみたいに生きなきゃいけないんだよ。確かにクズかもしんねえよ。憎たらしいかもしんねえよ。なあ。だけどなんで俺が自分の生き方テルみたいにしないといけないんだよ。なあ。自分らしくやって、花火が上がんなかったら受け入れてんじゃねえかよ。俺は。全部受け入れ、苦しかった時受け入れてんだよ。苦しい時に手差し伸べてくれてる人いんだよ。苦しい時に見捨てた人間もいるんだよ。見捨てた人間にとやかく言われたくなんかねえよ、こっちは。バカ野郎。必死になって生きてんだよ。いや、そうだろ。俺は俺らしく生きて何が悪いんだよ。金のためにやってんじゃねえんだよ、こっちは。俺は、クズかもしんないし、アホかもしんないし、学歴ねえかもしんねえし、犯罪者かもしんねえけど、自分らしくまっとうにやってきたんだよ。文句があるんだったらよ、見なきゃいいだろ。俺はバカだよ。ふざけんじゃねえよ、マジで。協調性がねえから、媚び売れねえから。ありがたくもねえのにありがとうなんて言えねえからこうなってんだよ。サラリーマンできねえからこの生き方選んでんだわ。俺が苦しんでんだったら苦しんでるでいいじゃねえかよ。全部受け入れてんじゃねえかよ。底辺這いずり回って。どこがいけねえんだよ。誰に迷惑かけたんだよ。自己主張するために配信やってんだよ。いいんじゃないの？芽が出ないまま終わるんだったら。そこに何が、あなたたちに何があるんだよ。俺がマンスリー圏外になって、リスワンも取れなくなっていい気味じゃねえかよ。お前らの言う通りで。違うか？死んだ犬家ってどうすんだよ。なあ、花火も上がってねえんだよ。何が文句あんだよ、これ以上。なあ、好きにやってんじゃねえかよ。好きに。ちげえのかよ。俺がいつ迷惑かけたよ、リスナーさんに。死んだ犬だろ、配信者で。
5年間やっててまだ中堅って言われてんだぞ。目なんか出てねえじゃねえかよ。マンスリーも取れてねえじゃねえかよ。リスワンも取れてねえんだよ。閲覧も半分になってんだよ。死んだ犬だろ俺なんか。死んだ犬蹴っ飛ばして笑ってんだよお前らは。だから終わりなんだろ。終わってんだから終わりでいいじゃねえかよ。だから死んだ犬蹴っ飛ばして何が面白いんだっつってんの。死んだ犬蹴っ飛ばして何が面白いんだっつってんの。向いてるか向いてないかじゃないよ。俺は配信が好きだからやってるだけだよ。わかる？配信が好きだから続ける。で、何が悪いんだよ。うだつが上がんなくて何が悪いんだよ。花火をくれた人に言ってるわけじゃないからね、89号さん。それは花火を投げてくれてる人は分かってるから、伝わってるから大丈夫だよ。そんなあのアイテムくれる人と甘い付き合いしてないから大丈夫。これは配信が一番だね。それはのんちゃんと付き合う時に言ってる。どうしても2番になっちゃうけど大丈夫って。でも女性としては1番に愛するよって。でも俺は配信とリスナーさん取っちゃうよって。そういう男だよって。のんちゃんに付き合うときに伝えてるから。ゴキブリ以下だよ。ブレス買った頃のワドウはどう思う？んー、だからこいつだろ。このシルバーのブレスとこの鷹のネックレスだろ。ありがてえよな、沖縄まで連れてってもらって。これが俺のハイライトにならないようにしないとって思ってるけど。嬉しいよな、リスナーさんにね、よくしてもらったから。頑張ろうと思って買ったけどね。うるせえなあ。しかしアンチしかいねえな。いやーもう本当にな、そうだな。しかしアンチしかいねえな。本当にもう頭おかしくなるよ、こんなの毎晩毎晩やってたら。思い出すよニコ生。こんなの頭おかしくなるよな、本当毎日こんなことやってたら。本当にアンチしかいねえなってなるよね、コメント欄で。いや笑うでしょそんな。しみじみ言うんじゃねえよ。しかしアンチしかいねえなっつって。テルチャンピンの枠とツーウィンドウで見たらもう失笑だろこれ。テルくんかわいい、花火かわいい、こっち向いてって。かあかっこいい、テルくん花火ファンタスティック、花火ありがとうっつって。こっちはもうぶったたかれてんだよ。クズがとか、死んだゴキブリ以下だとかさ。あー嫌になっちゃうよ本当に。いや笑うでしょこんなの。こんなん笑うわ本当に。心折れるわな。それは頭おかしくなるわな。まあいいよ、それも俺の生き方だから。なあ本当に。
なんで狐枠の方が好きなの？俺の都合じゃないよ。なんだろうな。まあいろいろ俺も変わりたいと思ってもがいてんだよ。だからブロックも入れてないでしょ。俺も俺でいろいろ考えてんの、配信のことは。でもそんなの言っても意味ねえっていうことに気がついたから。まあ、語って、配信論なんかリスナーさんに語っても意味ないんだよ。そんな、あれだよ、仲間で傷の舐め合いでさ、なんだろう、配信会でやればいいんだよ、そんな。負け犬かもしんねえけどよ、なあ、負け犬を蹴っ飛ばすような人間の言うことなんか聞きたくねえよ、バカ。趣味の悪い人間の言うことなんか聞かねえよ、バカ。死んだ犬でもプライドぐらい持ってんだよ。あえてだね。あえてブロックしないようにしてるね。あ、閲覧欲しいのもあるよ。閲覧欲しいのもあるし、コメント走るからね。だからその分に関しては、アンチに感謝してるよ。正直言ったら、まあ、イライラするし、ぶっ殺してえと思ってるけど、全員しばき倒したよ、本当に。爪の皮一枚一枚剥いで拷問かけてやりたいけど、ねえ、それでブロックしたところで何の変化にもならないし。閲覧も稼げるし、コメントもね、こうやってトークが途切れないでできるのはアンチのおかげかもしんないけど、まあまあ、こんなもんですよ。この体たらくだよ。この体たらくですよ。どうだろうね、先には何があんのか、それは蓋開けてみないと分かんねえんじゃないの、何があんのか。八方塞がりっつうか、だからもう死んでんだって。だからそれこそ公文竜の対応が正しいでしょ。企画があるんで撮影係で来てくださいよ。ごめんねーって、ちょっとバタバタしてるんだって。はあって、まだ日程も決まってないのに断るんすか。ごめんねーって。死んだ犬だろ。後輩の配信者に企画があるんで撮影係で来いって、断ったら日程も決まってないのに断るんですか。それが俺だろ今の。死んでんじゃん。もういいだろ、もう。叩いても埃も出ねえわ。どうだろうね、そのうち来んのかね。もうなんか、どうだかわかんねえな、もう。死んだ配信枠してたの、死んだ配信枠だろ、これ。死体蹴り配信でしょ。死体蹴り配信。いや、そうだよ。俺が必要じゃなくてパソコン持ってこいって話でしょ。いや、そういうことだよ。だから言ってんだ。俺はそれはやんない。俺は人の枠で花火師さん見つけて DM でうちの枠に来てくださいよっていうのはやらない。それは泥棒と一緒だから。ふわっちはタイトル変えらんないよ。それは泥棒と一緒。それはやらない。されたら嫌だから。人の枠にもケチをつけるような行為はしない。みんな一生懸命やってんのにね、自分の枠も来てくださいっつうのは、客引きっつうんだよ、そういうの。同業に一番嫌われるやつだから。俺は長く、池を長くやっていきたいから、苦しくても自分の力量を受け入れるよ。それだけはできねえな。それはできないでしょ。やってるやついるよ。挨拶回り。花火師さんに。
まあ、正直それが賢いやり方なんだろうけど、どうしてもプライドがあるな。面白い枠やってたりとかさ、この枠を応援してくれてる人に失礼だよ、純粋に。違う、のんちゃんはのんに投げてきてっつうのはもともと俺のリスナーだから、他人のリスナーに投げてきてって媚び売るのと違うから、もともとうちでやり取りがあって、たまたまその時間帯にのんがね頑張ってて1位取りたいって書いてたから手伝ってあげてって俺がお願いした。時系列が全然違うよ。あの人、いや、花火師かどうかわかんないよ。でも、ノンはノンで別に応援したらいいじゃん。何が悪いんだよ。ノンは別に投げてないから、ここで。昨日3500円。バカ野郎、昨日の収入2000円台だわ。3500円も稼いでねえよ。昨日の収入2000円だよ、バカ。2000円だよ、日給。もうやめてくれよ、本当に。その枠で花火投げたらあんたにフォローされた。俺は誰もフォローしてねえよ。俺のプロフィールページ見てみろよ。あんたにフォローされたってどこをどう言ってんだよ。俺フォロワーゼロだよ。本当に嘘ばっかり。フォロワーゼロじゃねえかよ。なあ、フォロー誰がいるんだよ。2849人フォロワーいてフォローゼロだよ。俺はそういうことしねえよ。クソだせ。嘘をつくな、嘘。俺はフォローしないよ。そういうかっこ悪いことしないよ。俺紐じゃないよ。誰からも金引っ張ってないよ。紐じゃない、紐じゃない。紐なんかできねえだろう。こんな可愛くない紐誰が養うんだよ。本当に。冷静に考えろよ。俺のこと紐にするか？女だったら。こんな可愛くない生き物紐にしてどうすんだよ。もう考えてから物言えよ。ツイッターも見てごらん、俺のアカウント。ツイッターのアカウント見てくれやいいじゃん。俺の公式ツイッター、ふわっちのプロフィールに貼ってあるからポチってきなよ。俺が誰フォローしてんだよ。何消したって。フォローしてねえっつってんの。俺のこと好きな女なんかのんちゃんぐらいだよ。いねえよ。いるわけねえだろ。どこに稼いでない男で好きな男、女がいるんだよ。なあ、こんなに稼いでないやつに誰がなびくんだよ。冷静になったらわかるだろ。何 LINE フォローしたって。使ってる。リュックあるよ。ここにある。ここにあるよ。いるいる。もちろん使ってるよ。大切な機材だからね。使ってるよ。
もちろんあるよ。リスナーさんに家電、まあ、ミュールが買ってくれたやつだからな、誕生日プレゼントに。フォローしてねえっつってんの。しつこいな、本当に。フォローしてない。あのね、101号さん、俺誰だかわかんないんですよ。狐枠だから。フォローしてないって言ってるじゃないですか。フォローしてないから。だ、認めろじゃなくて、してないもんはしてないんで。あなたが誰だか分かんないから、何がかっこ悪いの？何にこだわってんの？ありがとう、102号さん。俺は共産主義を推してねえわ。 パルパルのパンチ、あれはリスナーさんバカにされたかんな。さすがに許せねえよ。アンチだろうがなんだろうが、憎たらしくてぶっ殺したいと思っても俺の逆なんだよ。悲しいかな？悲しいかな？こんなに悪口書いても俺の大事なリスナーさんなんだな。さすがに俺もこいつら憎いよ。俺もこいつら憎い。クズだなって思う。このコメント欄見て。俺も思う。クズだなって。さすがにでも他人からは言われたくない。俺の大事な大事なクズどもなんだから。俺はクズって言っていいよ。俺も嫌なんだよ、こいつら。俺も嫌だけど、パルパルには言われたくねえ。それはぶっ飛ばすだろ。他には言わせねえよ。クズかもしんねえけど、5年間こいつらとやってきたんだよ、俺は。他人には言わせねえよ。それはぶん殴るだろ。他人にてめえのリスナークズだなって言われたら。さすがに、なあ、頭くるだろ。クズかもしんねえけどよって。なんでてめえに言われなきゃいけねえんだよって。悲しいよな。悲しいよ。いや、俺もイラッとしたんだよ。さすがにクズかもしんねえけど、俺もムカつくかもしんねえけど。人様のお前リスナーさんによクズ呼ばわりはねえだろ。あ、そうだろ。俺のクズだよ。まあ、パルパルの方が花火上がってんだからいいんじゃん、それは。パルはクズじゃなくて、だからパルの言ったこと本当だったんだよ。おめえのリスナークズだなっつって。クズだったんだよ。パルパルのリスナー花火師いっぱいいんだろ。でもクズだろうがなんだろうが俺のリスナーなんだから。俺は俺でやっていくよ。あ、パルパルは正解だったんじゃないの？でも俺は人のリスナーにクズとか言わないけどね。いや、まあテロは計算してやってないでしょ。普通に止めただけでしょ。パルパル言ってないじゃないよ。パルパルは直接言ってきたんだよ、俺に。俺はそういうポンプとかに、ポンプで言ってたのは知ってるけど、ポンプに踊らされて突っかかってきたのはパルだから。実際コメント欄に書いてるから、その時のリスナー見てたから。いいよ、頑張ろうね。一緒に頑張ろう。よろしく、102号。しょうがねえよな、本当に。パルは別に謝ってたよ、ステゴの時。すいませんでした、つって。もう絶対言わないんで、つって。仲いいよ。仲良くっつうか、まあ、普通に謝ったから、あ、分かったわ、つって。水に流さないとな。男がね、頭下げてきたんだから。年上だろうが、年下だろうが関係ないよ。ネタでも言っていいことと言っちゃいけないことあるだろう。人のリスナーにクズっていうのはどういう見解だよ。いいやつだよ。もうすいませんでしたって、本当に。気にすんな、気にすんな、っつって。まあね、ヒカル君も間に入ってくれて、ヒカル君は本当にね、人間できてるから、なんかパルが言いたいことあるんで、ちょっといいっすか、っつって。
あ、指輪今作ってないよ。信用しなきゃいいじゃん。信用できないんだろ。ほら、アクセサリーってさ、そう、一晩でできるようなもんじゃないからさ。一個の指輪作るのにどれだけ時間がかかるとか、ねえ、それだけ分かってもね。まあ、YouTube 向きかもね、編集とかやって。いや、やめてないよ。やめてない、やめてない。やってるよ。まあ、器用貧乏かもしんねえな。ヒカル君いいやつだよ。策士ではない。考えてないよ。考えてない。ありがとう、93号さん。まあ、ほら、なんていうのかな、ほら、いいもの悪いものっていうのはさ、もうないんだよ。こういう芸術だと思って作ってるから、絵とかアートとかにすごく近くて、商品っていう側面で見てたの、今まで。シルバーアクセサリー、商品として見てたの。でもね、芸術品として見るようになって、作り手の気持ちとかがね、商品から見えるんだよね。だからね、それをいいっていうか悪いっていうかね、そう、自分がまずいいもの、いいというものを作るだけなんだよね。あと、蓋開けてみてさ、これがダサいっていうか、いいっていうか、もう、人の問題じゃん。いや、俺は芸術だと思って作ってるよ。俺の同期はね、川崎洋平ワンワンレイチェル。かな。川崎洋平ワンワンレイチェル。サノッチ。その辺かな。あとメモレイとかかな。俺の描いた絵あるよ。どぎつい錯視。ああ、錯視タイプで一番頭いいのは俺は孫子だと思うね。あと、ツバニャンかな。ツバニャンと孫子は頭切れるし、錯視タイプだね。リスナーを翻弄するのがうまいっつうか、心つかむのうまいね。ツバニャンと孫子だね。どぎつい錯視タイプは。あ、洋平くんとかね。絵を見てみたい。絵か。いや、絶縁っていうか別に、俺は何だろう。特になんもないけど。どう評価するのって聞かれたら答えるのが配信でしょ。やっぱ寄り目なんだね。寄り目が描く絵は寄り目なんだね。いや、俺もなんだかよくわかんない。わかんない、なんだ。デッサンとかができないよ、俺は。ワドーか。ワルハラはないっていう。ならそれでいいんじゃないの？俺のこと嫌いなんでしょ。はいはい、おかえり。キツネ様様、口開けて米何分待ってるだけだったのに。まあまあね、キツネがハマったんだろうね。 Thank you.
まあ、どれさん人気者だからな。上がるでしょう、アイテム。どれの深夜食堂人気なんだから。アンチでしか来ない。いや、花火師さんも来てんじゃねえかよ。花火上がってんじゃねえかよ。8発もよ。2時間でお前8発ってことは時給2000円だぞ、この野郎。時給2000円稼ぐ上場企業だろ。上場企業。上がってんじゃねえかよ。時給2000円稼いでんだからいいじゃねえかよ。もう花火師さんいるじゃねえかよ。ねえ、アンチじゃないよね。桜って何？花火、桜って何？頼まれてるって何？何それ？誰？噂の花火師で。どこで噂になってんの？誰？何言ってるか全然わかんねえわ。いやいやいや、流れない流れない。通常枠。花火もう上げづらいんだって。花火上げやすいんだって、狐枠だと。要は、叩かれるんだって。なんか花火師さんに聞いたんだよ。DM が送られてきて、なんか変なアンチからフォローされるし、タヌキで叩かれるし。キツネ枠やってくれたら、上げやすいですって言われたの。そう、そしたら誰が誰だか分かんないから、そう、和道さん気持ちなんでって、和道さんのこと応援する気持ちはあるんでって、ただ、その私もリスナーで叩かれたくないからって、だからキツネ枠ありがたいですって言われたのよ。匿名でだけど、そう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 、匿名で、要は和道だけいい思いしてくれたらいいって、叩かれるのは嫌だっつったの。花火師も大変よ。こんばんは。こんばんは。それはね、嫌でしょ。人に良かれと思ってアイテム投げてんのに、なんで叩かれるんだって気持ちになるでしょ。うん、そう、嫌だよ。やっぱ空気なんでしょ。空気、空気だよ。いや、だから申し訳ないねと思って、キツネ枠やってんじゃん。もうそらキャラだからさ、もう今更変えられるもんじゃないから。気持ちよくさ、枠が終わって、ああ楽しかったっつってね、他で叩かれたりしたら嫌でしょ。ありがとう。あ、窓にもありがとう。花火ありがとう。やったぜ。ありがとう、ありがとうね。106号さん、どれバーサス窓どれさんにはね、負けらんないよね。ありがとうございます。あー、楽しかった？ね、のんちゃんのおかげだよ。のんちゃんのおかげ。うん。水増しなんて昔からあるからね。水増しをする人を見つけるのも配信者の腕でしょ。うん、いや、ドレさんは俺のことすごいね、なんだろう、心配してくれてるからね。うん、鮫島さんも左手が壊れたね。痛いね。今、そのテーピングじゃないんだけど、あのね、のんちゃんが夜中に買ってきてくれて、寝てる間に巻いてくれたの。うなされてたんだって、左手痛いっつって。何度も起きて、で、朝起きたらこれが巻いてあったから、どうしたの、のんちゃんこれって聞いたら、和道さん昨日うなされてたから急いで買ってきたよって。で、巻いといたけど痛み、これつけたら急に静かに寝たからって、痛み引いたっつって。外してるとね、その、こ、いつ、固定してないから、そう、こっちは行くのよ。で、向こう側も行くの。縦の動きはいいんだけど、こうひねり、ひねるとね、いてててて、こう、なんつうの、ねじれの部分に対して、ここがね、ピキっていうのよ。すっごい痛いの。だから、なんだろうな、これ。骨はね、多分異常ないんだ。ここが張ってるんだよね。
多分筋炒めたんだと思う。うん、優しい。あ、のんちゃんのファンでもあるんだ。ちょっとね、張ってるっつうのかな、ここの真ん中の筋の部分が、ちょっと、骨はね、異常ないのよ。この手首の部分。多分ね、ぐにゃっちゃったんだと思う。少し。ぐにゃって。いやいや、もうしょうがないのよ。格闘技ってこういうの、もう毎日向き合わないといけないから。こんな病院行くなんてやってらんないから、しょうがないのよ。時間がないのよ、とにかく今。金もかけてる場合じゃないし、こんなことで。そうそうそう。手首意外と長引くの？マジか。ありがとう、メガホンありがとう。嬉しいよね、そういう優しいところあんのよね、のんちゃんは。もうその普段ズボラなんだけどね、俺がなんかこううなされてたり痛がってたりするすぐ動くの、のんちゃんは。大変だって言って、多分筋だよねこれ。多分筋をひねっちゃったんだと思う。109号さん、ありがとう。ありがとう。あざーす。花火ありがとう。ざーす。てるちゃんぴんと和道さんくらいじゃん、今、ジムちゃんと言っての。あと誰いるかな。ありがとうね、ハート花火。誰がいる？あと。誰かいるかな。花火ありがとうございます。BGM ループ直ってないよ。直樹兄さんは足を折ってるから行ってないの？あ、いや、辰彦行ってるじゃん。辰彦行ってる、辰彦。メガホンありがとう。辰彦行ってるよ、辰彦が。辰彦もカウントに入れてあげて。辰彦行ってるよね。辰彦行ってるよ。何よ、花火師頼んだって。頼んでないよ。じゃあ言うよ。花火投げてくれよ、今この瞬間に。投げて、みんな。投げてよ。これが、頼むっていうことなんだよ。頼んでも投げてもらえないから。投げてよ、じゃあ、今。頼むよ、じゃあ。投げてもらえないだろ？俺がコントロールできるもんじゃないの？わかった？俺が今投げてっつっても投げられないでしょ？モテ男のイベント参加しない。カズ軍曹も言ってんだ、今。みんな本気だね。わかんないよな、本当に。違う違う、頼んでないよっていうことの例えね。土下座して頼めとかじゃなくて。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。もしよかったらね、YouTube、Twitter、フォローよろしく。実力ね。キャリアが長いだけでしょ。キャリアが。桜なんかいねえっつうの。そんな甘い世界じゃねえよ、配信は。なんでそういうふうに考えるの？そんな甘くねえわ、配信。桜っつうのはさ、自腹切るってことなんだよ。そんな余裕あるように見える？俺に。ああ、まあそうだろうね、115さんね。自演ってことは俺が誰かに頼んでさ、投げてよっつってお金渡すってことでしょ？ってことは運営に半分金払ってるだけじゃん。そんなことやらないじゃんね、冷静に考えたら。
数千円に嫉妬はしない。あ、いつも潜って見てくれてんの。ありがとうね。閲覧増やしてくれて。ありがとう。あ、ガチだよ、ガチ。ネタじゃないよ。配信外で何度も話したよ。便所さん、そんなつもりじゃないよ、とか。ブルさん、ガチで嫌ってる。ネタじゃないよ。てか、ネタが通用しないね。ガチ勢だよ。便所さん、お約束できない人だから。いやー、3日ぐらいね、で治ったらいいなと思ってんだけど。俺は噛み合ってないっていうか、その、便所さんの、その、なんだろう、ノリというか配信スタイルと、そのガチの部分とっていうのを全然、なんだろう、理解できてないというか。で、ドレさんはガチで便所さんのこと嫌ってるから、まあ合わないんだろうな。合わないんだと思うな。もうこれはもう、多分仲良くなんないと思うね。捨て頃出ないよ。もうそんなのとっくに決まってるよ。絶対出ねえって言ってるし。いや、全然手の色違うけどね。まあいいよ。手が痛いのも不可思なんでしょ。心が寂しいやつだな、本当に。まあドレさんの言い分聞いたんだけどね、その件については。まあまあ無理でしょ。いや、もっと根が深いの。髪の毛乾いたかな。髪どうしようかな。まだ眉毛ぐらいか。何をわけのわかんないこと言ってんだよ。配信者は花火上がるか上がんないか、いつのタイミングかわかんねえわ。金玉小さいっすよ。
あ、いらっしゃい。どれさん見に行ってたの？お帰り。俺の鼻くそなんか美味しくないよ。金くれ配信。金くれ配信だとは思わないけど、金もらえて嬉しいっすよ。金くれ配信ではないけど、どの配信も花火もらったら嬉しいですけど、何？普通じゃないんすか？寄り目配信はそうかもしれないけど、ぼったくってないでしょ。パンチドランカーの会話疲れる。ドレさんのはただ聞くだけに向いてると思うけどね、コメント打つのには向いてない放送だと思ってる。あ、ドレさんはロム線さん抱え込んでいくスタイル、ラジオ放送向きだと思ってるね。あ、俺もその一人、81号さん。俺ももともとドレさんの放送大好きだったんだけど、キレゲーが始まってからだいぶ見なくなったかな。結構打たれてるんじゃないの？打たれた日は結構喋り、あれだよ、もたるよ。ガチだよ。キレゲーじゃない、ガチだよ。ドレさんは。ドレさんはゲーっていうものもあるけど、ほとんどがガチだと思った方がいいよ、ドレさんは。ドレさんガチしかできない。ドレさんネタできない人だから。いや、ドレさんがフリーズするときはね、LINE が来てるとき。DM か LINE が来てるとき。ドレさんはね、自分がね、いじりキャラだと思ってんの。解説委員だと思ってんのよ。トレさん実はいじられキャラなんだよ。そうだよね。コメントしたいよね。放送好きなリスナーさんはね。俺もそういうもんだと思うよ。あ、多分ね、それはね、女性がね、わかんないからだろうけど、格闘家とかって結構ブヨブヨして、むっちりしてるよ。で、絞り込むの減量の時に。ボディービルダーとかも。だから試合前のね、姿しか知らないからなんだと思うけど、みんな結構体でかいよ。まあ年齢的にも減量厳しいだろうしね、ドルさんは。ただ筋肉量は半端じゃないよ。配信はね、ロジクールだね。ロジクールの一番定番の、これ930かな？ 930C かな？まあ、ロジクールの900シリーズが定番だね。910の T が好きだったな、俺は。みんなロジクールっすよ、パソコン配信者は。常にいい体してた。へぇ。だからその人がすごいんだね。その人がそういうタイプの人だ。あ、スポーツに興味ないとね。偽花火師って何？花火師、偽物も本物もいないでしょ。本物しかいないよ。花火を投げてくれた人が本物の花火師だよ。
ぽいよね、減量後にね。ていうか格闘家の人って普段結構むっちりしてて一気に絞り込むって人多いけどな。うん、顔丸いでしょ。顔丸いよ俺は。はいはいはい、懐かしいね。もう3年ぐらい前だね。3年ぐらい前にそう、店の酒全部飲まれちゃ大変だった。丸顔だよね。もう太りやすいっつうか、もう小学生の頃からデブだからね。理由はあんまりないかな。気分かな。女の子だったら可愛かったかな。アクセサリー売れないとね、困っちゃうよね。売れてほしいな。うん、買ってくれる人いっぱいいると嬉しいなぁとは思うけど。どうなんだろうね。蓋開けてみないと分かんないよね、こういう商売は。まあいいものを作って売れるように頑張ろうとは思ってるけど、売れなかったら売れなかったでしょうがないよね。買ってくれんの？ ありがとう。天下統一。え、刻印はごめん、X さんの刻印じゃない。うちの刻印になるね。まあね、そうだろうね。うん、厳しくなっていくと思うよ。本当にそうだと思う。まあでも売れなかったら売れなかったでしょうがないでしょう。うん、自然に淘汰されていくわけだから、やりたいからやるだけよ。925っすね。スターリングシルバーっすね。あとは金とプラチナ、K18 と、PT900、 この3つかな、メインは。まあ925じゃなくて、あのピンクシルバーも取り扱おうとは思ってるんだけど、どうなんだろうね。なんで切れてたのか。まあ仕掛けられたからでしょ。結構ピッチ上げてきたからね。プラチナは高いよ。高い高い。スタープラチナ。プラチナ高いね、すごく。アクセね、多分ね、金前さんと同じモデル、全く一緒の欲しいって言われたら、多分3、シルバーだったら3万5千円ぐらいかな。で、純金で作ったら10万超えちゃうけど、まあシルバーだったら3、5ぐらいで。それくらいでいけますね。うん、まあでもね、配信好きな人だったらね、配信出てくるアイテムだから 金梅さん好きな人に買ってもらいたいなと思ってるけど、
プラチナだといくらかな。プラチナと金そんなに変わらないかな。1万上乗せぐらいだ。プラチナの方が若干高くなるぐらい。比重が重たいんだ、プラチナは。だから同じ大きさで作ったらね、重たくなっちゃうんで、プラチナの方が若干高いと思ってください。金よりも1万か2万誤差が出るかぐらいかな。あ、金属アレルギーだろうね、多分ね。金属アレルギーでシルバーが合わないんだろうね。俺は鉄とかだと肌が荒れるけど。ちょっと見てみる。例えばこの真鍮っていう素材があるんだけど、これ磨くとどうなるか見てみる。今これくらいなんだけど、磨いてみようか、試しに。真鍮ね。これくらいの輝きなんだけど、これをこう磨いていきます。真鍮はまあすぐ劣化しちゃうからあれなんだけど、すごいピカピカになるからね。面白いよ。プラチナ食べるってあんま聞いたことないね。こっち側が磨いてない方で、こっち側が磨いてる方だね。だいぶ色が変わるでしょ。シルバー作ってるよ。シルバーのいぶしが取れた場合どうすりゃいいの？いや、その経年劣化を楽しむもんじゃないの。取れちゃったら取れちゃったで、またいぶせば、いぶしで直してもらうっていうのもできるだろうし、全然変わるよね。ゴローズは別に好きじゃないですよ、僕は。ゴローズのアクセサリー持ってないんで。インディアンジュエリーあんま好きじゃないんで。ゴローズには興味ないですね、僕は。ね、OKOK。プラチナより金の方が高いでしょう。それはそう。例えば、これが、この指輪が仮に 20g だとします。金の状態で 20g だと、プラチナの場合何 g になるんだろう。ちょっと待ってね。掛け率が変わるの。要は重さ自体じゃなくて比重っていうのがあるの。だからこれを金で作った場合 40g だったら、例えばプラチナだと 50g とかになっちゃう。だからプラチナの方が高くなっちゃうの。そういうこと。意味わかる？だから金グラムに対して金の方が高いんだけど、競ってるはずなの、金とプラチナって。でプラチナの方が若干安いでしょ。でもプラチナ重たいのよ、比重が。そう、だからその値段が高くなるの。同じ大きさで作ったら、そういう意味。1万2万高くなるっていうのは。これインディアンジュエリーじゃないからね。
真鍮も使うよ俺は。アクセサリー真鍮好きな素材だから真鍮使うよ俺。メガネかけてないからでしょ。メガネかけると目小さくなるから。メガネかけてないからでしょ。メガネかけると小さくなるんだよ。ほら、あの輪郭がギュッて寄るの分かる。ここの顔のラインとか寄ってるでしょ。小さくなるのね、メガネかけると分かる。だからこうか変えると、外すと目がでかく見える。宝石は使わないかな今のところ。クロムハーツは下取ってくれるんじゃないの、人気だからね。いまだに石はね、まだ勉強をしていかないとなと思っていて、うん、やっぱり身の丈の超えるものとか分からないものを人に売るっていうことは俺はやりたくないから、石はまだ考えてないかな。石はまだ考えてないっすね。石の勉強してからだね。自信のないものをさ売ることはできないですよ。まあね、安いんだけどね、扱いが難しいから。これは別になんだ、アルミホイルを丸めて作った後1万円で売っても全然構わないと思ってるから、買い手がいるんならね。その原価原価ってよく言うけど、その素材の値段で買うんだったら田中貴金属で物を買えばいいわけじゃん。そうじゃなくて、その僕が作った作品っていうのを買うんだっていう風なことを買い手には意識させたいよね。和道が作ったから何でもいいんだよって、何でも買うんだよって、割り箸でもいいんだよって、和道が作ったものが欲しいんだよっていう、それが俺はクリエイトだと思ってるし、アートだと思ってるから。通販ページとかないですね。僕はネット販売絶対やらないっす。あの断言しますね。フェイストゥーフェイスでその買い手も選ぼうと思ってるんで。鉛でも何でもできるよ、金属だったら。溶かして固めりゃいいの、単純な話。な、難しいことじゃないよ、溶かして固めりゃいいんだよ。デザフェスには行かないっすね。アーティストぶってないよ、どうしても出ちゃうのよ、アーティストだから。アーティストぶってないよ、しょうがないよ。もうアーティストが喋ったらアーティストっぽく喋ねえ、アーティストっぽくなっちゃう、しょうがないよ。俺は職人ではないから、アーティストだから。俺は職人じゃないよ。個人注文ですね。配信見てたらっていうか、僕のツイッターフォローしてたら必ず分かりますね。あの、なんだろう、ツイッターに全部載ってるんで、更新してるんで。在庫は取らない、うちは。受注生産。だから型を作っておいて、で、あのオーダーが来たら、一個一個、集金をするっていうスタイルだね。在庫は一切持つ気ない。オーダーが来て振り込みがあってから、鋳金って言って金属を溶かして作り込む。
俺の中で職人さんとアーティストとクラフトマンっていう3つは全然違う考え方だね。俺は自分はアーティストだと思ってる。職人では絶対ない。俺の作品は今ないけど、X さんの作品ならあるよ。そのパートナーさんの作品ならあるけど、それだったらキャプれるけど、俺の作品は今ないのね。そうじゃなくて、俺のパートナーさんの作品ならある。要はこういうものが作れますよっていう。俺はシルバー職人名乗ってないよ。賞金師で、見てみたい。はいはい、ちょっと待って、ちょっと待ってね。どうすりゃいいかな。携帯電話に入ってるのか。ちょっと待って。携帯に入ってたかな。こういう、見えないかな。ピント合わないかな。ピント合わないね。どうしようかな。ちょっと待って。LINE に送るわ。で、LINE をキャプるわ。ちょっと分かんないね。指輪じゃない、これは。ちょっと待って、まあ本当はね、そのイタリアンジュエリーとかが得意な人なのね。だけど、これはまあ、ちょっと今画像データでイタリアンジュエリーとか持ってないからあれなんだけど、これで見えるかな？これで見える？見えます？見えた、うん、こういうものから、うん、こういうのとかね。金林さんのリングは X さんと俺の共同制作だよ、うん、別角度から撮ったやつだとこれだね。これアクセサリーではないね。そのシルバーでこういうものができますよっていう、うん、こういうものもできますよ。なんだこれを腕に巻くようにしたらバングルになるし、うん、そうそうそう、うん、でこの人はブライダルリングとかが本当は得意な人。ブライダル系のリング、シンプルでこう洗練されたような、うん、これは X さんの作品ね。もう30年やってる人。俺には無理だよ。俺は、だけど、俺には無理だけど、俺と X さんで和道ってブランド作ってるから、受注が来たらできますよっていうことね。簡単に言ったら。だからブランド和道としてはできる。クラフトっていうか、その、アーティストとしては、俺の作品としては出さないよ。まあ、その、なんつうの。まあ、こういう技術が、ありますっていうことね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。81号さん、なんかそのなんつうの、全部俺が作るわけじゃないんですよ。あの俺が作る作品と X さん、今その X さんと俺の2人で和道っていうブランドを立ち上げてるから、そうブランドとしての和道とクリエイトするそのアーティストとしての和道っていうのを分けてもらわない多分話がごっちゃになると思う。仕事として受けるのはだから俺ができない部分と X さんに頼んだり、逆に俺に作ってくれとか、俺だったらこういうのできますとか、そういう感じだね、そういう感じ。外注は今のところ考えてないかな、タグにその自分の名前彫りたいから外注に入れるつもりは今のところないですね。一応自分たちの作品をその作っていきたいっていうか、そういう思いがあるからね。金額はねどうしても高くなっちゃうの。高くしたいわけじゃなくて高くなっちゃいますね。それはね理由がある。あの原型を作るから一から、どうしてもその一般に売られてるものよりも高くなっちゃう。和道プロデュースっていうよりもね、プロデュースではないの。和道っていうブランドのその和道っていう企画の中に従業員が俺と X さんっていう感覚、プロデュースではないの。で、その和道っていうお店とかブランドに対して作り手をどうしますかっていう話。そう、外注に頼んだ方がいい場合っていうのもあるのよ。外注に頼んだ方が。その作りが、例えばその手で作るのがいい場合と、X さんの存在は外注と同じに見える。分かってないな。外注っていうのは、例えばそのあのね、和道っていうブランドの中に X さん と、和道っていうクリエイターがいるの。共同で作ってるの。分かる？分かんないかな。で俺に仕事が来て、俺から X さんが別の会社で働いていて、 X さんに受注をするんだったら外注ですよ。外注じゃなくて内部だから。なんで分かんないの。外注ではないでしょ。まあまあ別に納得しなくていいよ。俺は金梅さんから受注が来てて、他の配信者さんから受注が今来てて、その人たちに答えるだけだから、だからその別に買わない人たちに向けて何か発表する気は全くないから、とにかくオーダーが来たものに対して答えるっていうだけだから俺らは。X さんは他の仕事もしてるんでしょ。他の仕事してるよ、もちろん、してるしてる、リングで予算、予算ものによるとしか言いようがない。逆に俺らが聞いてるのは、予算いくらでどんなものを作りたいですかっていうことを聞いてる。っていうのもまずその素材代ってグラム数で値段が変わるんですよ。まあ金にするのかプラチナにするのか銀にするのかで変わるでしょ。で銀の中にもピンクシルバーとかがある。で例えばその予算が限られてる中で原型を作って仕上げるのか、それとも一般的にそのあるものを使って、量産型で作るのか、でロット数を一点物で作るのか、世界で1個のものを作るのか、今後発注が来た時に2個3個って作れるものにするのか、もうそれによって金額がバラバラになるんですよ。金型原型を取るのか、ゴム型を取るのか、鋳金した金型原型をやるのかっていう、そう、あとその例えばそう中抜きをするのか裏抜きをするのかっていう問題もあって、だからその大きさによっても値段が変わるし、デザインによっても値段が変わるから、予算がいくらでどれくらいのものを作りたいかっていうことだね。いやそんなのだって田中貴金属検索してさ
地金のさ、地金って言うんだけど、シルバーの原価と金の値段とプラチナの値段は原価がもう分かってることだから、いくら乗せるのかじゃなくて、いくら手間かけて人の手をかけるのかっていう作業になってくるのね。だからマクドナルドのパンは原価3円だとか、マクドナルドで作ってるジュースは原価1円だとか言ってるような話で、意味がない話でしょ。俺らは1ヶ月もらってるかな。ものによるとしか言いようがないけど、俺らは1ヶ月もらってる。だからまあ、どうしたいのかだね、正直言うと。人による。だからリング作る。だったら、うちからラインナップで出してるもので買ってくださいって言ってるね。オーダーしないんだったら。高いから。で、絶対に言えるのは、その市販のものより高くなりますっていうのは伝えてる。クロムハーツまではいかないかな。あれはブランド料だから。トイレトイレ。市販もピンキリがあるけど、例えばまあクロムハーツだったりティファニーだったりっていう、そういうのはブランド料だね。あれは半年ぐらいかかるよ。まだまだかかる。あれはもう超ロング作品だから。まだまだかかる。ハイブランドだよ。緑茶、緑茶。水出しの緑茶。例えばその、なんて言ったらいいのかな。これはロストワックス製法って言うんだけど、じゃあこの原型を作るのに2万円かかりますと。これをデザインするの。このデザインをみんなとこうすり合わせていくんだけど、まあこれに2万かけると。これデザイナーに払うお金でしょ。2万、3万なんか4万。それが人によるの。10万かかる人もいれば。で、今度これを金属が必要なわけじゃん。今度金属代がかかるでしょ。で、今度型っていうのを取らないといけないから、型代がかかるでしょ。で、もろもろその、まあ、うちだったらブランド、その和銅っていう刻印が入るわけだから、っていうようにお金がどん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 加算でいくから、予算から割り出してどういうものが欲しい。だからこういうものが作りたいんだけど、じゃあもう一個見せようか。例えば、その、ちょっと待ってね。説明しようか。例えばなんだけど、リングを作りたいと。受注で。で、そのロカビリーっていうジャンルわかる？ロックとかロカビリーで、まあ、リーゼントのドクロを作りたいですと。わかる？リーゼントのドクロのデザインで作れますかっていう。ん？なんだ？なんで送れない？今ネット繋がってる？なんだろう。待ってね。ん？なんだろう？送れない。え、今ネットつながってる？じゃあまあいいや。じゃあリングとは別にトップの部分でこういうものを作りましょうって。わかる？ん？なんだこれ。
ドラゴンの、あ、ドラゴンじゃなくて、リーゼントのドクロっていうか、その顔で、これを作るのがいくらかどうかとか、そういう話になってくるのよ。さっきの竜の顔の部分でリング作ってください。そういう話。なんだろうね。ちょっと待ってね。あ、できたできた。あ、ちょっと見えなかったね。もう一回晒すわ。ちょっと待って。例えばの図中で、まあ、バンドでロカビリーバンドをやっていて、うちのロゴデザインで、まあ、こういうリーゼントで、まあ、ドクロ、般若の顔があると。で、これペンダントトップで型を作れますかって、まあこういうのを作るわけじゃん。これ金型原型って言うんだけど。で、これをリングにするのか、ペンダントトップにするのか、ピアスにするのかとか、予算いくらでどれくらいかけられますかっていう話なのよ。わかりる？あ、もうそれは、その値段いくらなんですかっつっても、ピンキリだよ、ピンキリ。ピンキリ。いや、だからそれは、だからその、なんつうの、クライアントがそうしてくれっていう依頼だったからでしょ。 そのクラフトマンが顎割ったかどうかじゃなくて、その顎、そのロゴデザインを持ってきた人がこう作ってくれって言ってるわけだから。 それはお客さんに聞いてよって話になるの。ケツアゴっていう。その顎はやっぱりその普通にしてくれとかを答えるのが、そのクラフトをやっていく仕事だから。俺らの都合ではないわけじゃん。いやいや、普通に普通に。だからそれはそのオーダーだよね。どこまでできますよって。だからケツアゴにするのかケツアゴにしないのかは、それはね、 その頼んだ人だから。別に俺らはケツアゴにこだわりがあるわけじゃないからさ。そういうこと。早く作るかどうかは別にあなたには関係なくない？ 早く作るかどうかあなたに何で関係があるの？別にあなたから仕事もらってるわけじゃないんだから、こっちの都合で作るよ。 でしょ？で、今度はその、なんだろう、磨きっていうのがあるんだけど、最後の工程の方に。ああ、来てくれてありがとう。今度磨きとコーティングがあるんだけど、あと、いぶし、さっきコメントあったいぶし銀とかさ、銀にも種類があるのよ、最終的な工程で。だから黒ずんだ銀じゃないのよ、もっとピカピカしてる銀なのね。花火ありがたいよ。みんなね、応援して。花火、余裕、お金に余裕がある人いたら花火ちょうだい。だからその、なんだろう。まあ、その最終フィニッシュだよね。どういう風に仕上げるのか。例えばね、これね、X さんにこれ偽物ですよねって俺相談したの。なんか、X さんが作ったシルバーと、俺のシルバーいくら磨いても光らないって言ったら、これは要はその磨きの加工が粗いからっつって、ルーペでこうやって見たらギッツギザなのよ、ブッツブツっていうか。だからこれはキャストしただけだよって言って、そのなんていうか、型から取っただけだからフィニッシュしてないんだよって。だから俺の作品と違うんだよって。そう、そういうこと。まあ、どうしても、みんなね、酸化酸化っていうんだよ。硫化っていう現象なんだけど、
どうしてもくすんでいくのは仕方ないんだけど、そう、手入れをした時にすぐ戻るかっていう問題があるのね。表面が滑らかかどうか、銀の中でも。最終的な仕上げをどうするのかっていうね。だからもしそのピカピカの状態をお金かけてもいいから保ちたいっていうんだったら、まあプラチナにしますかとか。まあ逆にその最終的なフィニッシュをコーティングするっていうことができるのよ。なるべくプラチナっぽくピカピカを保つっていうコーティングがあるんだけど、メッキの加工っていうのがあるのね。そういうふうに対応することもあるし。もう人によるよね。ピカピカがどのピカピカなのか。だから物を見せていかないといけないから。ありがとう。アイテムありがとう。だからその人の、その作り手さん、作り手っていうか買い手さんのイメージと作り手のイメージのすり合わせがすごく大変だよね。ありがとう、アイテム。大半が興味ないって質問が来てるから話してんだよ。X さんはクラフトマンだから、職人、クラフトマンなのね。簡単に言うと、本人がブランドを持ってるわけじゃなくて、ブランドからオーダーを受けてる人。だから作り手、簡単に言うと。要は、だから、ブランドに、自分でブランド持ちたいとかはもうないのよ。だから、和道がブランド持ちたいっつったら、技術があるから、こうやろうよっていう話になった。自分でブランド持ちたいとか、本人はないの。ずっとその、まあ、ハイブランドの、まあ、契約上名前は言えないんだけど、みんなが知ってるようなブランドの作品とかを手掛けてた。クラフトマンと職人っていうのは、だからその職人さんっていうのはさ、クラフトマンっていうのはものづくりをする人なんだけど、職人さんっていうのは一個の技術を磨いていく。例えばなんだけど、シルバーっていうの職人さんの中でも大きく分けて8個の工程があるって言われてるの。で、原型師さんであったり、まあ単純に言うけど、原型師さんであったり、ゴム型を作る人であったり、キャストの職人さんだったり、磨きの職人さんだったりっていう。で、それぞれの分野に今特化してるのよ。例えば原型師さんも CAD って言って、その 3D ワックスで作る人もいれば、手作業でやる人もいる。いろんな職人さんがいると。その専門分野に特化していくっていうのが職人さんだと思ってもらっていいかもしれない。シルバーの業界にいるけれども、その鋳金だけをやる、鋼だけを作る、まあ、道具を作る人もいれば、精製の過程であったり磨きだけに命を振るっていう、そういうことですね。職人さんっていうのはもう専門技術に特化していく人のことでしょ。だから日本刀とかもそうじゃん。一人の職人さんが鉄の精製からやらないでしょ。玉鋼を作る職人さんがいて、日本刀鍛冶職人さんがいて、磨きの職人さんがいて、最後装飾をする彫りの職人さんがいるでしょ。鋼の。で、鞘を作る、柄を作るって言って、まあそういうのに近いかもしれない。今職人さんの話ね。外注の話ではなくて、前提になってるのがクラフトマンと職人の違いは何っていう質問に答えました。はい、クラフトマンと職人さんの違いを答えました。はい、それはっていうのは、前提になってるのは81号さんのコメントでしょ？あなたの質問に答えただけです。 あなたは何ができるの？俺は全部できるよ。で、俺はどちらかっていうと、アーティストを和道としての、要はそのアーティストとしての活動とブランドオーナーとしての2つの側面で、ね、2つの側面。要はその自分の看板で、ブランドを持ってるっていうところと、その中の1人の代表としての職人としての機能ね。
クラフトっていうのはものづくりよ、ものづくり。で、職人さんっていうのは、その専門分野に特化していって道を磨く人のことを職人っていう。で、俺は職人でもクラフトマンでもなくてアーティストですよって。だから物を作るとか物を極めるっていう感覚は僕にはないですよ。僕が作ったら僕が作ったものを買いたいっていう人が集まるだけですよって。ただそれだけ。俺の中では、俺はクラフトマンでも職人さんを極めるつもりもないと。俺が作ったものが全てだって、芸術だっていう話。だから俺の作品に限ったことを言ったら芸術作品だと思ってほしいと。身につける芸術品ね。まあまあ解釈は別に81号さんが解釈すればいいんじゃん。別に言葉遊びでしょ、そんなのは。俺にとっての価値観の話をしてるだけだから。あ、俺は欲しいイメージで和道さん作ったら和道さんの要素が薄くなりませんか。だから俺は受注断ってんの今。あなたの欲しい作品っていうのはないですよっていうふうにお断りさせていただいてる。だから作り手の要はこういうものが欲しいんだけどって言われた時に断ってるね。うちはそういうのじゃないからって、あくまでその和道っていうブランドはその僕の作品なんで。依頼されたアクセサリーっていうのは和道が作るものが欲しいと、それだけだよ。だったら答えますよっていう、うん、俺が作った作品を欲しいっていう人がいるだけだから。ただそれだけね。いや、だから欲しいって言ったのは金梅さんでしょ。だから金梅さんに届ける作品だから。いや、でも金梅さんから受注来てるわけだから。金梅さん、金梅さん、一応ね、今回作る作品はね、俺の放送には載せるつもりない。うん、金梅さんのところで発表する予定だから、申し訳ないけど。俺の方から先に見せることはできない。申し訳ない、ね。なんで金梅プロデュースになるの？どうして？話変わってないですよ、別に。なんで金、どこが金梅プロデュースなの？いや、アーティスト、アーティストだっつってんだからアーティストなんだよ、うるせえな、てめえら、この野郎。俺がアーティストだっつったらアーティストなんだよ、わかったか、この野郎。俺がアーティストだっつったらアーティストなんだよ。なんでわかんねえんだよ。俺はアーティストだよ。俺が作るんだよ。おい、アーティストだっつってんだろ。ゴダ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 、うるせえな、買いもしねえくせによ。買うのかよ、じゃあ。買わねえんだろ、関係ねえだろ、てめえらには。バカか。買わねえんだったらグダグダ言ってんじゃねえよ、この野郎。俺はアーティストなんだよ。
しょうもない、本当に。なんでわかんねえんだよ。だから、金梅さんと同じリングが欲しいって言ったら買えるから。金梅さんの放送で、ああ、このリングかっこいいってなったら買えるから、それでいいんじゃないっつってんの。しょうもない、本当に。いらねえんだったら聞くなよ。ああ、花火くれ、花火。花火をくれ。頭きた。花火くんねえ、もう。ねえ、いいよ。もう花火をくれ。話はそれからだよ。花火ちょうだい。本当に。そっからだよ、もう。あ、もう頭くるわ、本当に。怒るでしょ。やる気なくなるわ、本当に。花火くれ、花火。いや、花火欲しいでしょ、こんだけ叩かれて。誹謗中傷されて。花火くれよ。頼むよ。ちょっと稼がせて。本業は何ですか？本業ない。本業和道。別に肩書きとか本業とか別に好きに決めて。金梅さんにはプレゼントじゃなくてお金をもらうんです。お客様です、金梅さん。花火も投げるお金がねえんだったら口出すんじゃねえよ、金ねえんだったらよ、人の作品によ。何の文句があんだよ、買いもリング買わねえしよ、花火も投げねえっつって。なんで文句言うんだよ、関係ねえじゃねえか、じゃあお前らに。何の関係があって口出してんだよ、じゃあ。なあ。何の関係があってお前らにシルバーのこと説明しねえといけねえんだよ。何の因果関係もねえじゃねえかよ。他人じゃねえかよ、お前。怖いよ、じゃねえよ。お前らの方が怖えよ、バカが。お前らのコメントの方がよっぽど怖えわ。しょうもないよ、本当に。じゃあ、いいよ。もうこの話やめよう。シルバーの話やめよう。意味ないから。のんちゃんが起きちゃったじゃねえかよ、お前。びっくりして。ピンポン鳴ってないよ。ありがとう。風船ありがとうね、徳明さん。風船ありがとう。彼女なんだから別に俺の家に遊びに来てもいいでしょうが。なんで彼女遊びに来たらダメなんだよ。別にいいでしょ。風船1個でもありがたいじゃん。なんで文句言うんだよ。に、シルバーの職人じゃん。アーティストだっつってんの、うるせえな、ぐだ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 。言ってねえよ。シルバー職人なんて。アーティストだよ、アーティスト。ね、Repeat after me. I am artist. Repeat after me. I am artist. Listen. Repeat after me. I am artist. Thank you. はあ、働いてるよ。
働いてるでしょ。プロ配信者なんだから。今仕事ナウでしょ。仕事ナウだから。ああ、しょうもねえな、マジで。過去の動画見ろ。お前が証拠持ってこいよ。俺は言ってねえっつってんの。言ってねえっつってんの。アーティストなんか。一言も言ってねえわ。俺は職人なんて名乗らねえから。いや、俺が稼いでるわけじゃなくて、俺を稼がせてくれてるリスナーさんがいるの。俺が実力あるわけじゃなくて、俺のリスナーさんが、ね、稼がせてくれてるだけ。あ、ありがとう。風船ありがとう。また来てね。風船ありがとうね。おはよう。乞食ではなくない？乞食ではないでしょ。のんちゃん起きちゃったよ。うるせえな、ぐだ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 よ。だからさっきも言ったけど関係ないでしょ？何の関係があんだよ。買う人からのクレーム来てるわけじゃねえんだからいいだろうがよ。金梅さんが文句言ったのかよ、じゃあよ。金梅さんが100歩譲って金梅さんがゴミだわって言うならわかるよ。金払ってんだから。違うのかよ。なあ。金梅さんが言ってねえんだから、金梅さんが OK 出したら OK だろ。金梅さんが買いてえっつってんだから何が文句あんだよ、てめえこの野郎。うるせえよ。どの辺がアーティストなのか考えろよ、バカが。俺がアーティストだっつったらアーティストなんだよ。何回言わせんだよ。しょうもない。うるせえよ。何の関係あんだよ。いつで仕上がりますかじゃねえよ。うるせえバカ野郎。しょうもない。イライラするでしょ。こんなの。どこが豚体型なんだよ。俺ボクサーだよ。なあ。俺ボクサーだよ。どこが豚体型なんだよ。ボクサーに向かって豚だとは何事だてめえ、この野郎。おい！ボクサーだろうがよ。ボクシングやってんだからよ。ああ、もう。始まったよ。ボクサーに向かって豚。いや、ボクサーだろう。ああ、もう話になんねえわ、本当に。肩書きがないとダメなんだろう、お前ら。肩書きオンリーか。やだやだ、権威主義ね、権威主義。おはよう。はあ。腹見てから言いませんかって、ボクサーの腹だろうがよ、どっからどう見ても。なあ。ない。1ヶ月鍛え抜いてんだよ、こっちは捨て頃でよ。準備万端だわ。今からでも直樹兄さん戦えるわ、こっちは。準備万端ですよ。いつでもいけるわ。訂正して、本当に。
もねえな、アンチばっかりで。文句ばっかりだもんな、本当に。口だけは一丁前で、本当に。コメントだけは一丁前だからな、本当に。しょうもない。コメントだけはもう本当に一丁前なんだから。初見さんいらっしゃい。口だけだろ、コメントばっかりで。口だけだよ、こんなの。こっちのセリフだよ、口だけで何の実績もないって。なあ、ボクシンググローブ2万円だよ、お前。2万円だよ、お前。ねえ、2万円。わかる？本革製、ハンドメイド、刺繍入りだよ。ねえ、2万円だよ。ボクサーでしょ。ボクサー。マイグローブ持ってるやつはもうプロに近いよ、本当に。マイグローブ持ってるやつはプロに本当に近いよ。リスナーの金だってそういうスポンサーがついてるんだから。スポンサーが。もうやだ。アマチュアはやだ、本当に。どこに行きたいの？君たちは。何を目指してどこに行きたいの？しょうもないね、本当に。分かってねえわ。初見さんいらっしゃい。何にも分かってねえわ。一流の人間は一流の道具使うんだよ。一流の人間は一流の道具を使うの。分かりる？分かる？ねえ。一流の人間は一流の道具を使うんですよ。うるせえな、何のアーティストなんか関係ねえよ。俺がアーティストだっつったらアーティストなんだよ。なあ。俺がアーティストだったらアーティストなの。お前ら黙ってそうだね、すごいねって言ってればいいの。花火あげるねって。ああ、すごいねって和道くんって。花火あげるねって、それでいいじゃねえかよ。俺がアーティストだっつってんだから。アーティストだね、すごいねって。応援してるよって、それでいいじゃねえかよ。何が何のアーティストなの。そんなの自分で考えろ、バカ野郎。アーティストなんだよ。すごいでしょ？何でもかんでも否定すりゃいいってもんじゃねえだろ。なあ。いやー、ごめんごめん、165さん。もうイライラしちゃってさ。花火投げるやつが頭おかしい？ふざけんじゃねえよ。投げてから言えよ。ごめんごめん、154号さん。花火のために配信やってるんだよ、バカ野郎。背に腹は変えらんねえだろ。俺はずっと花火もらうために配信やってんだよ。花火をもらうための配信してるみたいになるな、じゃねえよ。最初から言ってんだよ、花火くださいって。タイトル見てこいよ。この枠は花火もらうための枠なんだよ。なあ、花火のために配信してるみたいでやだな、じゃねえよ、バカ。花火くださいってタイトルだろうがよ。よく見てよ。風船ありがとう。風船ありがとう。タイトル読んでから来いよ。乞食じゃないって。乞食じゃないよ。なんで乞食なの？どこが乞食なんだよ。応援ありがとう、応援ありがとう。応援してくれる人、ふわっちフォローしてね。よろしく。ふわっちフォローして。
どこが乞食なんだよ。どこがだよ。具体的に言えよ。具体的に言えねえんだろ、どうせ。どこがだよ、どこが。フォローありがとう。よろしく。寒いよ。他人様からの金で生活してるって、そんな働いてる人間全員そうだろ。働いてる人間、他人様からの金で全員生きてんだろ。何が違えんだよ。働いてんだろ。働いてねえの、俺は。働いてるだろ、どっからどう見たって。わかんない、なんで嫌われてんのか教えて。じゃあ、わかったわかった。どこが嫌いなの。向き合おう、向き合おう。どこが嫌いなの、俺のどこが嫌いなのか書いて。分かって、読むよ全部。時給減っちゃうんだよ本当に。さっきまでね、時給4000円だったのにさ、全部嫌い。より目、顔、何、見た目、顔、全て。じゃ、俺の顔が嫌いなの、何なんだよ。なあ、何なんだよ、俺の顔が嫌いって。なあ、顔が嫌いって、顔見る、顔見てんだろ。顔が、画面、スマホに俺の顔がいっぱいになってんだろ。なあ、何キモいって、汚いって、喋り方って、そんな感じだ。マジかよ。裏切られたわ。マジかよ。俺のこと好きじゃないよ、みんな。俺のこと嫌いなの？マジか。予想外だな。いいえ、何、お前ら冷やかしだったの？ねえ、俺のこともしかしてバカにしに来てた？何、蔑んでるの？バカにしに来たの？蔑んでるの？いや、マジで予想外なんだけど。好きで見てないの？ショックだわ。ショック。ショックだわ。ショック。風船ありがとう。風船ありがとう。いや、もう予想外だわ。本当に。想定外。いや、応援して、55さん。引退してほしいの？いや、だって俺のことブロックしたら引退みたいなもんじゃん。二度と俺のこと出会わないわけだから。フォローしてよ、フォロー。ミキサー使いこなしてんじゃねえかよ。エコー聞いてるだろ。いやー、想定外だったな。想定外だわ。たいここ。オワコンだな、オワコン。潮時だな、潮時。ダメだ、花火も上がんねえし。
ダメだダメだ、潮時だよこんな、うん、潮時潮時、うん、ダメだ、マンスリーもどんどん下がるし、リスワンも取れねえしよ、アンチコメントばっかりだし、潮時だ、もう死んだ犬だよ死んだ犬、オワコンだよオワコン、うん、オワコンだよオワコン、もうあーつらい、あーつらいなー、あーつらいなー、本当に悲しいなー、本当悲しいなー、次花火ファンタスティック上がったら引退しようかな。あー次花火ファンタスティック花火上がったら引退しよう俺。もう引退しようかな。ファンタスティック上がったらどうしよう。味方いるかな。うん、青山の犬花火100発？ちょろいな。ファンタスティック花火上がったら引退しよっかな、どうしよう、キリがいいしな、どうしよっかな、お前らあれだろ、ツンデレだな、おい、ツンデレだろ、おい、ここで花火上がらないっていうことはワドちゃんの放送見たいんだろなあ、ああ、本当はワドちゃんに引退してほしくないんだろ、なんだよそういうことかよ、ツンデレだなマジで、本当は見たい見たいなんだ、そういうことでしょ、わかったよ。ほんと可愛いところあるな。ほんと甘えん坊リスナーは。ほんと甘えん坊。ほんと甘えん坊だな。わかったよ。いや、見たいってことでしょ。引退させねえよってことでしょ。これは。なるほどね、なるほどね、よくわかったよ、いやもう気が変わった、もう気が変わった、もうどうでもいい、ファンの期待に応えていくから、ファンがやめるなって言ってるから、うん、ファンがやめるなって言ってる俺に、ファンいるでしょ、ファンいるでしょ、ファンだらけでしょ、まあ8割型ファンでしょ、8割型この配信のどこが楽しいの？わからんわ。え、わかんないの？え、わかんないの？俺も。俺もわかんない。Me too。Me too。気が合うね。俺も全く同じこと考えてた。この枠のどこが面白いの？この枠の。Me too。何が悪いんだよ、花火上がるんだから狐でいいじゃん、いいじゃん、花火が上がるんだから狐で何が悪いの、だって
キツネを待ってるんでしょ。キツネが欲しいんでしょ。いいじゃん。コメントもバンバン走るし。花火が上がるんだからいいじゃん。でしょ？いや、じゃあ正直ね、3時間働いて、お前らは正直に語り合おうよ。3時間働いて5000円手にすることできるの？ねえ、時給1600円ですよ。時給1600円。約時給1600円だよ。四捨五入すると。目の前にいる男は時給1600円の男なんだよ。ねえ、わかる？成田のキャバ嬢の時給超えてるよ。はっきり言って。成田ではトップクラスだよ。成田の人口知ってんの？成田の人口でトップクラス、上位1%でしょ。1600円稼げるの。成田では本当にトップレベルだから。いや、マジで。いや、時給1600円だよ。いる？超高給取りだよ。成田空港で働いててもそんなことないよ。時給1000円ですよ。もうすぐ津田沼のキャバ嬢クラスになるんだよ。津田沼の。どうなの？何？俺より稼ぎいいの？みんな。マジかよ。マジか。1600円以上稼いでんの？みんな。マジで？え、マジで？すげえな。やるじゃん。やるな。まあまあいいわ。収入のことは置いとこう。収入のことは置いとこう。負けは負けだから。ああ、すごいすごい。あ、正社員なんだ。へえ、すごいすごい。すごいすごい。じゃあ32の時に時給1600円のやついた？ねえ。32歳だよ、俺。まだ若いんだよ。32歳の頃1600円稼げてたの？ねえ。みんなはどうせ50代とかでしょ？ 1600 円稼げてたの？ 32 歳の若かりし頃に。ほら、聞いてきた。コメント止まったわ。年収800万だったの？お前より若いけど稼いでんだよ。おーん。あっそ。あっそ。やるじゃん。やるじゃん。まあじゃあ、まあ金じゃないから。金じゃないから。俺、金の話するやつ大嫌いなんだよね。俺、金の話するやつ嫌いなんだわ。社会人としてマナーがなってないよ。ねえ、人と会話するときに、金の話するやつ大嫌い、俺。本当にマナーになってない。金の話、面白い？好きだよね、みんな。金、金、金。ああ、やだやだ。やだやだ。金の話ばっかりで。やだやだ。金金金金してて。心がすさむよ、本当に。
くりするわ。やだね。なんだよ、じゃあ俺より時給が高かったら俺より偉いのかよ。やだやだ。あー悔しい。やだね。自慢ばっかり。あーやだ。寂しい世の中になったもんだな。おい、ギスギスしてんな最近。ギスギスしてる。いや正直だよ、32で結構時給、まあ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 戻るけど、正直ぶっちゃけ32歳で時給1600円は勝ち組でしょ。正直ネタ抜きで。でまだ今は時給1600円だけど、花火一発上がったらファンタスティック今来たら変わるんだよ。可能性の部分、可能性の部分、可能性で言ったら俺の勝ちでしょ。可能性は高くない？可能性、可能性は無限大なわけな。うん、いや可能性があるから、配信者にはワンチャンここで一発逆転あるわけですよ。残り時間、タイムリミット38分、わかる？月給20万以下ですよ僕。いやふわっちなくなったらただのホームレスでしょ、ただのニートでしょ。ニートっていうか無職だよね、ただの無職。そしたら新宿の駅前でチョコレートディスコ踊るんだよ俺は。チョコレートディスコをずっと歌ってるね。チョコレートディスコ、チョコレートディスコっつって、うん、わかる。今は無職じゃないでしょ。今は無職ではなくない？給料振り込まれてても気にしないの？マジかよ。勝ち組だな。勝ち組ってどこから勝ち組なんだろうな。勝ち組ってどっから勝ち組なんだろう。確かに言われてみれば将来不安になるどころか、俺明日の生活が不安だからね、うん、今現時点で不安と戦ってるから将来どころじゃねえよ、うん、毎日が不安で不安でしょうがないよ。だから痛いんだよニキビが。痛くて痛くてしょうがない。喧嘩枠？何喧嘩枠って。逆になんで就職するの？逆に。じゃあ逆に聞くけど、社長だったら雇ってくれんの？ねえ。俺のこと雇いたいと思うかどうかでしょ。なんで就職しないのじゃなくて、なんで俺のこと雇わないの？逆に。逆に。
逆にですよ、逆に。喧嘩はコラボ別にいいよ。いいよ。一番いらない人材。じゃあいいじゃん、別に。それはちょっと。じゃあ、クレーム枠やる？クレームとつまちやる？コラボ枠で。和道の配信クレームとつまちやってみる？じゃあ。いいよ。生の声聞いてみる？ねえ。和道がいかにダメなのかっていう枠やってみる？和道がいかにダメなのか。ただ、あれだよ、囲いから来たらアンチグヌヌになるよ。アンチグヌヌってなるよ、囲いの多さに。ファンレター、ファンレター、いいの？じゃあやろうか。あ、お疲れい。次役いきます。とつまちでーす。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。